はい、蝶駅太郎です。びっくりするニュースというか、当然といえば当然というか <laughs>、当たり前といえば当たり前なんだけど、翼の党の代表ら、えー、逮捕ということですね、えー、警視庁ですね。 衆議院東京十国の補欠選挙での翼の党による選挙妨害の問題でってなってますね。警視庁は、えー、翼の党代表ら3人を逮捕したっていうことですね。黒川さん、根本さん、と、うん、もう一人、ちょっと名前が出てませんけど、3名を多分運転してした、したとかっていうことだと思うんですが、逮捕なんですね。はー あの、私、黒川さんとは交流はないんですけど、多分認知はしていると思うんです、黒川さんも。あの、まあ、選挙の佳境の時、始まる方ぐらいかな、私がこの選挙の問題でやった時に、あの、生配信に一度ね、顔出してて、そこからやりとりはないんですけど、 あの、好きか嫌いかって言ったら、こういう人たちは好きですよ、私は。やったことはいいとは思いません、正直言うと。で、もう、この私がもう、ただ、この選挙に絡むことだから、はっきり言ってなかったんだけど、もう、逮捕はもう直近間近だな。いや、されないっていうふうな言い方してるけど、これはもう今までのことを考えたら、もう、見えますよね。いや、分かった上で黒川さんやってたのかもしれませんが、今日あたりだったかな、あの、 えー、小池さんに対して外旋をするとかって言ってたんですね。した昨日したのかどうかわからないですけど、もうそういうことを言ってるんで、挑発してるんで、結局、仕組みとしては、警視庁、まあ、いわゆるは都道府県もありますけど、その上に知事はいる状態になっているので、まあ、あの、知事が直接言わなくても、警察関係者は、 それはちょっと面白くない。これを許していてはっていうことになると思うんですよね。さあ、私は問題はここからなんですよ。ここから。逮捕されるっていいい,いです。これがどういう要件になるかちょっとわからないです。あの、一つ私はもう最初逮捕はあり得るよっていうこと言ってたら、いや、公職選挙法がどうのこうの法制改正が2年が経つ、そんなことないんですよ。 ただ、私はこの選挙に絡むことだからあんまり言わなかったんだけど、そんなものは何をどうやって駆使したって逮捕はできるんです。今の日本の法治国家と言われるところになっても、何をどんなことやっても、誰か一人を逮捕しようと思ったらできるんです、これは。はい。 だから、どん、それは何かってさ、暴力団ができるのに、一般市民ができないわけないんですよ。そういう風になってきた。今までは暴力団、ヤクザだけだったんだけど、どんなことをやっても ETC の不正使用だろなんだろうが、ETC の不正使用でヤクザがパクれるっていうことは、一般の市民もそれを曲解していけばパクれるってことですからね。はい。単純にそういうことです。なんで、それが早まったっていうことなんですね。で、ここでどういう量刑になって、私が注目するのは、彼らが、 この後、今後、ね、まあ、あの、刑務所行くようなことはないので、はい。あの、出てきて、また同じ活動をするのか、それとも仕様らしくなるのか、ここが注目です。どれほどの圧とどれだけのことがかかってどういうふうになるのかっていうことで、はい、彼らが今後、どうなっていくか、それでも負けずに、まだいけるのか、うん。というのは、あの、ガーシーさんの時で、わかってますよね。 はい。立花さんはうまくあれしてますけど、やっぱり結局でもガーシーさんも含め、もうこういうことすんなよっていうことですよね。国のおかみは。いや、何を言おうができなくなったわけじゃないですか。逮捕までもってガーシーさんはもうしらしくなってしまったわけじゃないですか。理由はどうであれ。結論としてはそうですよね。もうできないっていう形になっているので。はい。YouTube ももうできない。 多分、これが逮捕要件になってくると、ここで多分、翼の塔の YouTube とかが、うん、止まる可能性もありますよね。うん。そうですよね。犯罪を助長したことに対するコンテンツってことで YouTube Japan が削除になる可能性、削除する可能性もあります。 ね。ここを見ていくと、あ、恐ろしい国だな、ここはって。言論の自由とかそういうものはないんだなっていうか、今回のことはやっぱりやりすぎだと思います。私は本当に一言、あの、政治家の方が、その、妨害されたっていう、選挙妨害されたっていう、あの、政治家の女性の方が言った、この状況は子供に見せられないです。確かに私もそう思いました。うん。大人同士の、 やりとりで、ね、足いっぱろうがののしり合うがいいんだけど、行動なんで、なんか建物の中とか、こう、決められた人たちの中でやるならまだしも、あれは子供たち見ちゃうんで、このありさまを見たときに子供たちがこの国いいな、ってはならないんで、それはやっぱり違うんじゃないかな。うん。 それは思ったんですよね。なんかちょっと、いや、こういうのっていうのは別に私はこれに対してどう思うわけじゃないから、えー、インフルエンサーっていうか、あの、こういうものを作るものとしては、反対側に回った方が面白いのかなっていうふうに思ったんで、なんか黒、川さんとかネモスさんをね、あの、面白い形で擁護できないかな。 うん。翼の塔万歳じゃなくて、なんかやっぱり国に一泡は吹かせたっていうことは面白いなと思ってたんですよ。だって。 あんな、威張って、政治家だって言って、威張ってて、どうだってやってる人たちがもう、方法の手で逃げ回ってるっていうのは、滑稽で面白いじゃないですか、正直言って。自分たちが権力者である、自分たちがお前たちの上に立っているてそんな風には思わなくて、だってそうじゃないですか。だって高いとこから喋ってるんで、地べたで喋れよって話じゃないですか。目立つところ、あの、車の上からじゃなくて、普通の目線で喋ってみろよって話じゃないですか。だって自分の名前を連呼して、自分の名前をアピールしたら、投票が結びつくっていうのを、 事実なんで、でもそれは違いますよねって本来。そんなことしなくても、紙一枚、政権放送一つで政策を訴えれば、それでわかるんで。あんなことやらなくてもいいんですよ。だから、私これ嫌味で言いますけど、 ね。この状況を子供たちに見せれないっていうか、今の日本の選挙活動を見て子供たちがいいなとは思わないです。そもそも。何々広報お願いします。何々のとあんなもの。2週間地獄ですよ。だから、こういうことです。それすらやめたらどうですかって言いたいことです。だから、もうここは、私はこれは良かったと思います。そもそも今の日本の選挙のあり方と選挙制度っていうのを見つめ直すときじゃないんですか。これ突き詰めていけばそういうことになりますよ。 こんなんがなんでいや、政治を決めるのいいですあの外戦者になって、このやり方で連呼して道、道路封鎖してやる必要があるんですかって話です。ね。だから私はそういう選挙活動をやらなくして、ね、当選したガーシーさんには、やっぱりそこは、と思う。それは慌くったわけじゃないですか。 時の権力者たちは。で、またこんなことやられたらか叶わないって。次の選挙でやられたこうは、私は興味があったのは、ここ15区に関しては自民党の候補者が出てない。で、翼の党の黒川さんたちが自民党の候補者にもやったのかって話です。もし、もしやってたらもっと早いかったと思いますよ。怖いっすよ自民党は。はい。本気になったら。 ね、今、まあ、いろいろな問題になってますけど、時の権力者のその政党っていうのは、どれだけの力があって、どれだけのね、圧がか,かけられて、どういうことができるかっていうことはね、本当は見たかったんですけどね。うん。でもさすがに、知事がね、小池さんなんで、それを足様にこう、っていうことは、やっぱり警察のメンツも威信もありますわね。 で、あのー、警察署でバーッと怒鳴り込んでいったっていうことのことがあって、やっぱ屈辱的に思ってる警察幹部は、警視庁幹部はいると思いますんで、やっぱり、あれは依っといただけなかったかなっていうふうに思います。やっぱり、あのー、 治安が何を言っても治安を守られてるのは警察あってのあの日本なんで、いろんなことがあるにしても、やっぱりああいう言い方であの、まあね、それは黒川さんたちも命がけでやってるとは思いますけど、命がけでねき、あの、公務に当たってる警察官の人たちを、やっぱりああいう言い方は良くないかなっていう気はします。ちゃんともうちょっと普通に言えば良かったんで、うん。あんなてめえこの野郎バカ野郎っていう言い方はやっぱり、もう今の時代はあの、通用しないかな。 ね、それで押さえつけるっていうことも私も昔はやりましたけど、もう今格好悪いんじゃないか。あんなことをやったって本当に人は言うことを聞くわけじゃないので、ね、結果こうなるっていうことのね、いいお手本だと思います。以上です。はい、皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そうそう、実は漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、 電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。 <laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。